ンポン。なんやこのポスター。この食べ物は何と呼ぶでしょう。いやいや、そんなん問題にもなっとらんやろ。そうですね、不思議なチラシです。この食べ物を知らない人なんているんでしょうか。まあええわ、せーので答えるで。かしこまり。せーのー、今川焼き。はぁ、なんやねん今川焼きって。あかりちゃんこそ回転焼きってなんですか。何を回転させるんですか。先生こそ今川焼きってなんや。今川って誰やねん。なんか裏にもう一枚ありましたね。なになに。ファイナルファンタジーを略すと。ほん、これまた簡単な問題やな。余裕ですね。また足引っ張らないでくださいね。なんやと。そらこっちのセリフやちゃんと合わせるんやで。ほら、せーのー、 FF だけやってて。ファイナルファンタジーって言ったら普通 FF やろうが。ファイナルファンタジー略したらファイファンになるに決まってるじゃないですか。また裏に一枚あったな。赤と青どっちが好きですか。そりゃあこの二択ならあっちの色やな。確かに。お、これは合うかもしれんな。そうですね、じゃあ行きましょう。せーのー、あ、おいー。なんでや、普通は燃える闘魂の赤やろうが。そんなのは暑苦しいだけじゃないですか。クールでエレガントな青の方がかっこいいです。赤、青、赤、青。待ちたまえ君たち。ピンポン。あかりちゃん、あかりちゃん。なんや、やばいです。何が。遊園地に絶対いちゃいけない人たちを激写しました。は、何わけわからんこと言っとんねん。本当なんです。いや、そもそも遊園地にいちゃいけない人たちってのが意味。うわあ、これは遊園地にいちゃあかん人や。これあれですよね、黒の組織。さっぱりしすぎ。黒の組織ね。あれや、名探偵キャバン。ちげえよ、すがすがしい顔すんなボケ。コナンやコナン。見た目はおっさん、素顔は大人。それはただのおっさんだよ。真実はいつも一つとは限らない。やめろやめろ、何ちょっと異質な雰囲気醸し出しとんねん。普通でいいねん。真実はいつも一つや。原作ではこの後この二人がラブラブチュッチュするんですよね。しねえよ。それは何の漫画だよ。じゃあこの写真は何ですか。ああ、仲良く男二人でジェットコースター乗って。別にええやろが。なんか問題あんのか。そんなそんな、ハレンチです。何想像してんのお前。それでこのジェットコースターで事件が起きるんですよね。そうやな、女性の首がすっぽんや。え、そうなんですか。じゃあ私被害者やってもいいですか。その申し出の場合お前首飛ぶけど大丈夫。え、首か飛ぶ。顔の表面だけじゃなく。それも怖すぎるわバカタレ。顔の表面はオッケーですけど首はダメです。お前の NG 基準がわからねえよ。で、この事件の後新一は黒の組織の取引現場に出くわすんやな。で、殴られて薬飲まされて、その後、違う、やめろ。その後は薬のせいで体が縮んじゃうんや。その過程を経て誕生するんやな、名探偵キャバン。だからちげえって言ってんだろうがボケ。ピンポン。はぁ、なんで来週この漫画救済なんだよ。ふざけんなぁ。おいおい、あれ取るな。どうしたんや。あかりお姉ちゃん。お前年上やろうが。来週お気に入りの漫画家救済するんです。あ、そうなんか。でもそんなんいくらでもあることやろ。でも救済の理由がひどいんです。いやいや、作者だっていろいろあるし、漫画家だったら取材のために休むことだってあるやろ。取材、そんな転ばんで計算することあるか。あ、これは誤字やな。なんだ、立ち直り早いな。人間だし間違えることはありますよね。あはは、さっきまで救済で切れてたやつとは思えんな。というわけで、なんやねん、今日は面白い誤字特集ということで。前振りがややこしい。まあ面白そうではあるな。褒めろ。何お前。ではまずはこちらの誤字からどうぞ。こちらの画像、はあ、実は今システムエラーの関係で、はあ、ホットドッグコンポのレシート表示名がザリガニになっております。なんでや、なんでザリガニやねん。知りません。うぜえ。はい、ボールペン。はあ、魅惑のキャッチコピーを見よう。高品質のさりげなくあなたとのようにボールペン。勢いがすげえ。迫り来る勢いがすごすぎるよゆかりちゃん。日本語の文章として何一つ成り立ってないのがまたすごいですよね。さあ、ラスボスはこのお方。ああ、マドマギのマドカやん。その通り、このマドカさん、こんな可愛い顔で、こんな可愛いことを言ってました。うん、このケーキ美味しい。やめろやめろ。